去年大会ができなかった分、今年大会ができて試合ができるってことがすごく嬉しくて、みんなとふわーってクタクタになれるのもなんか幸せだなってすごい感じますね。やっぱ一人でこう負けた悲しいっていうなんかネガティブなものをずっと持ち続けて次に向けて練習するってすごく辛い、私にとってはあまり原動力になりきらないというか、自分の弱みっていうのもしっかり受け入れてあげて、それを逆にさらけ出すことで自分をまた引き上げてくれる人に出会えるかもしれないし、そういう人たちもきっと周りにいるから、悔しい時とかなんかあんまりうまくいかない時にそこでやめないで、もうちょっと何かアクション変えてみたらちょっとだけ笑えることになるかもしれないし、きっと最後に笑うための過程と思ってポジティブに考えますきっと最後笑えるなと思って。